こんにちは、うりさんです。 TBS 系日曜劇場美版第5話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回は別班の司令塔柚木薫について、野崎の行動、乃木の過去、アリとテントという順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。別班の司令塔。別班まんじゅうは連絡アイテムで、置かれる場所により意味があるのではという考察は当たっていました。つまり神田明神に置かれていたのは乃木に対するもので、大天神社に乃木が置いた場合は別班司令部に対するもののようです。しかしこういう呼び出し方は随分久しぶりねと言っていたし、後に普通に桜井と乃木、クロスはスマホで会話やメールのやり取りをしていたので、今後別班まんじゅうの出番はないと見ています。桜井はでもそのおかげで奇跡の少女と出会い、テントにつながるモニターを突き止めることができたと言っていました。乃木を助けたから奇跡の少女なのか、あるいはその他の意味があるのか、ジャミーンについてはまた別の動画にしようと思います。桜井は乃木が公安の野崎という人物と関わったことを知っていましたが、柚木薫のことには一切触れていませんでした。乃木は報告していなかったのでしょうか。柚木薫について、3月7日ジャミーンのクラファンに匿名から1470万円の寄付があったことから、薫はこの金額を知っていたのは3人だけだと推理しました。実際のお金の出どころは山本からクロスが預かったキャッシュカードからだと思われますが、あっさり1470万円を寄付したのは自分だと薫にバレてしまいました。5話まで見てくると乃木雄介という人物が薫に好意を持っているように描かれていますが、薫が常に気にしているのはジャミーンです。薫のこれまで気になる行動をまとめると、ジャミーンの家で乃木を手当てした時の顔をきちんと覚えており、病院で担ぎ込まれた時この人と言っていたこと、ヴィヴァンという単語がフランス語にあると言っていたこと、手元にスマホがあったにもかかわらずなかなか別班について調べていなかったこと、公安である野崎に食いついていること、ジャミーンの支援団体からの援助打ち切りについて詳しく説明しなかったこと、要するに薫はかなり知識が高く記憶力も良いということと、ジャミーンへの執着が半端ないということです。そもそも日本人女性がバルカという国を選び3年前から勤務していたこと、ジャミーンは小さい頃から鼻にチューブをしていたし、心臓の形がおかしいということなので、もともとある程度の治療は受けていたと思われます。なので3年前に薫がバルカに来て自分から手を挙げ、ジャミーンの主治医となったのではないでしょうか。そんなジャミーンは薫に対して笑顔を見せているので、薫は悪ではない。そして3年かかって信頼関係を結び、2023年3月に手術の予定を組むまでになった。つまり薫も何かの任務でそういうことを行っているのではないでしょうか。公安は日本の組織ですが、中央アジアを駆け巡る冒険というのがキャッチフレーズなので、今のところ薫が所属しているのはインターポールかなと思っています。本部はフランスのリヨンにあるようなので、薫がヴィヴァンを即座にフランス語にあるといったことにもつながるのではないでしょうか。野崎の行動。野崎が乃木の経歴を調べさせたのは鈴木でした。そんな鈴木は州立のロンガリーミリタリーハイスクールからのメールも未読だったし、ノーネームだということにも気がついていませんでした。一方新庄はなぜ乃木の行動を調べているのか気にしていました。野崎は勘が良い男なので乃木を疑うのは当然だし、会が進むにつれ公安内の内通者にも気がつくかもしれません。
公安の中にテントに洗脳された人物がいるかもしれませんが、別班は世界各国で諜報活動をすることがメインなので、日本国内の警察とか公安に潜むメリットがないし、別班は野崎にマークされても対応できるほどの組織です。なのでむしろ公安にいるテント側を疑った方が良いのではないでしょうか。5話まで見てくると、公安に敵がいるとしたら私は新庄だと見ています。こちらの動画で爆発現場で生き延びた警察官が1名いることから、本当のことが分かり、チンギスはいずれ味方になるのではと考察しました。チンギスも謎の組織テントを追っており、野崎と手を組むことになったわけです。5話の後半でテントのアジトをバルカ内にあるような描写が出ていたので、これでさらに中央アジアを駆け巡る冒険につながっていくという感じですよね。乃木の過去。乃木は1981年1月25日生まれ、42歳。1984年両親と死別、当時3歳。これはバルカで武装組織に襲われた時のことでしょう。乃木が何歳で戦場ジャーナリストに救出されたのかは分かりませんが、さらわれた後人身売買され、かなりひどい暴力を受けたことにより記憶障害となっていたようです。丹後翼園の木村は全国の行方不明児童もあたり、バルカの日本大使館を通じて両親を探してもらっていました。それなのに死別となったということは、日本に見捨てられたと思った乃木すぐる自身が生存をアピールせず、自らのごうむべきとして生きることを選んだからなのではないでしょうか。親が行方不明届を出していないので、行方不明児童に乃木憂助の名前がないのは当然でしょう。自分が誰かわからないので、丹後隼人という名前を付けられた。一人でブツブツ喋っていたようなので、この頃すでに F が現れていたと思われます。高校の特待支援制度にダントツの成績で留学。17歳くらいの時、パスポートの更新で一時帰国した時に寄った翼園で乃木家の家紋を見たので、島根県奥和泉市の名家現当主の乃木博道と会う。過去の動画で乃木があの写真を持っていたのは実家に行ったからだと考察したのですが、写真を渡したのが叔父の博道でしたね。当時のバルカでは内乱が起こっていました。警視庁を辞めて農業使節団としてバルカに行ったということは、スグルも別班だという可能性が高くなったのではないでしょうか。博道に勧められて乃木憂助に名前を戻し、小さな守り刀を渡された。3年前に乃木が博道を訪ねて家紋のことをしつこく尋ねたのは、その頃すでに世界で謎の組織テントが暗躍していたからなのではないでしょうか。アリとテント。テントのリーダーは考察通りでした。アリはノゴーンベキの家に行くほどの中で日本担当。それなのに具体的な場所や日時がまだ知らされていないというのがポイントだと思いました。テントのアジトは常に移動している。連絡員が時間と場所が書かれているメモを突然持ってくる。集合場所はほとんどロシア国境付近。そこに着くと携帯を遮断ボックスに入れられ、目隠しをされる。テントのアジトで収支報告をしていた時、当然アリの姿はありませんでした。アリが父と呼んでいたように、偉大なる指導者のことを二宮さんはお父さんと呼んでいるだけなのではないでしょうか。アリを拉致したのは乃木ですが、ノゴーンベキは一向に構わないといった感じでした。結束が固いので安心しているとも考えられますが、日本担当の幹部がいなくなったのは痛手だと思われます。なので次の日本担当は二宮さんなのではないでしょうか。動画が長くなってしまいますので、他の細かいことは別にアップしようと思います。さて皆さんはどんな考察をされていますか。コメントで教えてください。チャンネル登録しないでご覧になっている方は、この動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。